アンドレス・ゴメス・サントスは、エクアドル・グアヤキル出身の元男子、プロテニス選手。1990年の全仏オープン男子シングルス、優勝者で、当チが生んだ最大のスポーツ選手として知られる。ダブルスでも1986年の全米オープンと1988年の全仏オープンで、4大大会男子ダブルス2勝がある。左利き。自己最高ランキングは、シングルス4位。 ダブルス1位。ATP ツアーでシングルス21勝、ダブルス33勝を挙げた。オールラウンドプレイヤーで重厚なサービスや鋭いボレー、キビキビしたスピンボールを駆使するスタイルのテニスを得意とした。ゴメスは1978年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップのエクアドル代表選手になり、翌1979年にプロ入りした。 プロ入りの翌年からゴーメスはダブルスで優れた力量を発揮し始め、1980年にダブルスで年間4勝を獲得する。1981年は9月のフランスボルドー大会でシングルス初優勝を果たし、ダブルスで年間7勝を記録したが、当時彼がよくパートナーを組んでいた選手は、チリのハンス・ギルデマイスターであった。 1984年にゴメスはシングルスでも、一しい躍進を見せ、男子ツアー大会のシングルスで年間5勝を挙げ、4大大会でも、全仏オープンウィンブルドン、全米オープンの3大会連続でベスト8に入り、世界ランキングを5位に上げた。1986年の全米オープン男子ダブルスで、ゴメスはスロボダンジボイノビッチとペアを組み、決勝で、 スウェーデンペアのマッツ・ビランデルヨアキム・ニーストロム、グミを4から6、6から3、6から3、4から6、6から3のフルセットで破って初優勝を飾った。1986年はシングルスで年間4勝、ダブルスで全米オープンを含む7勝を挙げている。1988年、ゴメスは全仏オープンダブルスでエミリオ・サンチェスとペアを組み、2度目の 4? 大大会男子ダブルス優勝を果たした。ゴーメスとサンチェスは決勝でジョン・フィッツ・ジェラルドアンダースやリード組を6から3、6から7、6から4、6から3で破っている。この年は日本の成功スーパーテニスでのダブルス優勝もあり、パートナーは2年前の全米オープンと同じスロボ団、ジボイノビッチと組んだ。しかし、この頃のゴーメスは単覆とも好成績が少なかった。 30歳を迎えた1990年の全仏オープンでアンドレス・ゴメスにテニス経歴最大のハイライトが訪れる。第4シードから勝ち進んだゴメスは初進出の決勝で若きアンドレアガシと顔を合わせた。南米のベテランと20歳のアメリカの若者の激突は6から3、2から6、6から4、6から4でゴメスが制した。こうしてゴメスは エクアドル出身のテニス選手として最初の4大大会シングルス優勝者になった。初優勝時の年齢、30歳3ヶ月は全仏オープンの男子シングルスでは4番目の年長記録となった。しかし、その後インブルドンと全米オープンで2大会連続初戦敗退に終わる。1991年にはトーナメント出場が激減し、 大会前年優勝者としての全仏オープンにも参加できなかった。ゴメスは1993年に現役を引退した後もデビスカップには長く参加を続け、親類関係にあるニコラス・ラペンティとのダブルス戦に出場した。現在はコーチとして後進の育成に携わっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。